目が覚めたんだぞ。後半、試合が始まってすぐ、グリムがぶん投げたディスクが頭に直撃して気絶したの。覚えてない？超ロングシュートを決めてやろうと思ったんだけどな。初心者が無茶な真似するからだ。とにかく目を覚ましてよかった。全然目を覚まさなかったから、打ちどころが悪かったんじゃないかと心配してたんだ。てなわけで、お前が寝てる間に閉会式もとっくに終わって、もう会場の撤収作業始まっちゃってるよ。優勝はディアソムニア領だ。ああ、結局手も足も出なかったっすね。他の領の奴らにもボコボコにされるし、今年の大会は散々っす。レオナ先輩、ラギー先輩、目が覚めたんすか？ちん、この俺が昼寝以外で保健室のベッドを使う羽目になるなんてな。ディアソムニア寮生は一人もここに担ぎ込まれてないとこがまた腹立つっすね。噂には聞いてたけど、マジでディアソムニアの寮長半端なかったわ。ああ、すごかったな。監督生も見たら驚くはずだ。あれに勝てるイメージ湧かないのはわかるって思っちゃった。ふん、挑む前から負ける気でいたら勝てるもんも勝てねえよ。俺は来年は絶対ディアソムニア寮に勝ってみせる。卑怯な手を使わず俺の全力を尽くしてな。卑怯な手だって自分の力のうちだろ。懲りる？どこに懲りる必要が？今年の大会は俺なりに全力を尽くした。来年もまた勝つために全力を尽くすだけだ。さすがレオナさん、そうこなくっちゃ。やれやれ、先が思いやられるぜ。来年こそはトーナメント戦に出てやるんだぞ。僕たちも選手枠として出られるように頑張らないとな。確かに今年みたいにカッコ悪い目立ち方はもう勘弁だわ。あー、ハジタやっと見つけた。ん？何なんだぞこの子供。レオナ・ハジタン。あー、くそ、うるせえのが来た。レオナ王子タン。この毛玉は兄貴の息子のチェカ、俺の甥だ。お、甥ってことはこれが王位継承権第1位の。おじたんの試合かっこよかった。今度帰ってきたら僕にもマジカルシフト教えて。わかった、わかったから。耳元で大声出すな。もうお前、お月の奴らはどうした？今頃暴くって探してるぞ。おじたんに早く会いたくてみんな置いてきちゃった。レオナ先輩の苦悩の種って。しかもめちゃくちゃ懐かれてるんだぞ。うるせえな。ジロジロ見てんじゃねえ。ねえねえおじたん、次いつ帰ってくるの？来週？その次？あ、僕のお手紙読んでくれた？ああ、何度も言ったろ、ホリデーには帰る。おい、腹に乗るな。レオナ先輩の腹にずかずかと馬乗りに。こりゃ大物っすわ。レオナさんが実家に帰りたがらないのはこういうことだったんすね。みんなおじたんのお友達？そうそう、おじたんのお友達ねえ、レオナおじたん。おじたんって。いいてめえ、笑ったら傷に響く。てめえら笑ってんじゃねえ。後で覚えてろ。あいつはいねえな。風呂か。では本日のお楽しみタイム。サバナクローリオに落ちてたのをこっそり持って帰ってきちまったけど、本当にこれアメちゃんじゃないなら何なんだ。まあ、いっか、俺様が見つけたんだから俺様のものなんだぞ。いただきます。うん。
これをまたちょっぴりビターでピリッとした刺激が舌を楽しませる大人なお味なんだぞ。これを味わえないなんて人間はもったいねえな、腹が膨れたら眠くなってきたんだぞ。